はい、のっぽさんでーす。2020年本当に皆さんお疲れ様でした。まあコロナウイルスっていうね、なんか変なのがね、1年間ずーっとつきまとったと思うけどね、まあそれにね、ある意味真正面から向き合って、我々はいろんな経験をさせてもらいながら成長した1年だったと私は思います。このね、経験を生かしてですね、2021年、絶対に飛躍しましょう。私も皆さんに負けないようにガンガン飛躍していきますので、皆さん追っかけてきてくださいよ。また何か困ったことがあったらのっぽさん、いつでも声かけてください。できる限りの応援、声援送り続けます。たまにはのっぽさんも応援してねっていうことで、2020年これで終わります。本当に皆さんありがとうございました。